ここは不思議の国の埼玉県。ここあれだよ、別にあのゴミ捨て場じゃないよ。全然こんなゴミないぞ。これえ、これセラだセラ。え、これもそうだ、これコンポだコンポ。いやー、今回ではね、僕のねチョップ担保ですよ。チョップ担保シリーズね。ここは本当に日本か。暴走大二郎も絶句する不思議の国の大助商店、実際のショップです。さあ見てくれこれね、これ車置き場。これなんか変だね、ちょっとね、なんかある車が変だよ。ちょっと違うぞ、見てくれこれね、ダーッと。まあ本当にこれね、俺の青春だもんな。やっぱこのあったんだね、やっぱり日本にね、僕の青春の場所が。あ、なんかやってるよ。これ一体何なんだこれね。ほら、何なんだこれ一体ね。これ一応セルシオですか。一応セルシオです、はい、これ一応。あ、ちょっと待ってね、大輔君。これね、このね、ショップのね、オーナー佐藤大輔君ね。主人です。主人。名前もね、これ単純名会大輔商店ね。しかしこれ一体これは、はい、一応セルシオを全部伸ばして、はい、これお前どういうイメージで作ってるの。どういうイメージで大体。まあ何を作りたかったんだよ。とりあえずこれをダクトにしたかった。これをダクトイメージはここをダクト、ここをダクトにして、これは基準ですか。うん、これはね、これはこれはこれは一応クレスタの71の顔をわざわざ逆につけて。クレスタ71の顔逆につけるとこうちょっとこうなってるのがかっこいいんですよ。これはでも逆につけるとライトも逆になっちゃうじゃないですか。これは確かにラジエーターグレードとでもこれは逆で、これはバンパーの役割してる。バンパーの役割してるんだよ。これ全長どのくらい。正確に測ってないですけど7メーターぐらいはあるんじゃないかな。7メーター、はい、でも長いんで敷地から出れないかもしれない。出れないね、これね。これ7メートルだと普通はね、セルショーだったらね、ストレッチでさ、やっぱりね、あのリムジンにするんだけどさ、無駄なさ、前後伸ばした、ただね、前後伸ばす。でも僕の中ではこれはリムジンになるんですよ。これを一応屋根も切るんですけど。屋根切るのね。ここで切るんですよ。でここで切って、ここにベニヤ貼ってトラックみたいにしてるんですよ。トラックにして、あ、ここピックアップみたいにするんだから、はい、トラックにして、この今助手席ないじゃないですか、あのシートはこのここにこう対面につけるんですよ、あの後ろと。あ、後ろがね、こうリアシートをここに今度つけるんですよ、後ろにつく、後ろにつけた。そうそう、3列シートになるじゃないですか。あ、なるほどね。ここ トランクの代わりはここですか。トランクはこれだから、とりあえずトランク取ったって、ね、ってもうガラスも取れてるんで、これ3列になるんだ。また切るだけ。3列シートになるわけだ。そう、3列になって、ここにあとファックスとテレビを置こうか、ちょっとここ開くから。一応企画はできてて、もうガラスは去年それ外したんだけど、企画だあれ、はい、それいいんだけど、はい、なんでベニヤなんだって言ってくださいよ。いや、俺も昔ベニヤで作ったからな。俺分かるよ。こういうのっていうのこれやっぱりね、ベニヤが一番いい車。そうですね、車の時の基本は昔ベニヤだったからね、これはね、ベニヤが貼るんだから。ベニヤ貼ってこれ売れますか。売れですよ、これは。これは別にあれですよ、初棚でしょ。ね、うち出さないよ、これ。ね、これ見るとこれがすごくそう本当だね。なんかこれすごいまともだもんな。これ1800ですよ。1800、はい、G 型4気筒。これ何なんだこれ、このマフラーの。これはテーブルの足ですか。そのここに落っこってたんですよ。このゴミ捨て場にあったんで。そういうセンスって全然わからないよね。あれがまあレンズですよ、箱下に。なんだなこれ。蛇口です。それ蛇口だけどさ。やっぱりね、あのラスケットもさ、あのだったのレストランじゃないからね。だから同じこういう名車もね、違う車にしちゃってないとつまんないからね。こんなのは本当にいいよね、釣り目にしちゃうとかね。いや、何のためにこれ水と油とか書いてるけどさ、わけわかんないんだけどさ。はい、これアルトです、はい、これもまともじゃん。全くね、オーナーがまともじゃないんだから。これオーナーがまとも。これ女の子が乗るような車だね。ねえ、女の子仕様みたいな。一応、まあ、ファミリーレストランとか、うん、まあ、ホームセンターにこういうの車止まってて、なんか女の子が買い物寄ってくるの待ってるんだ。これで、いや、女の子が乗ってきた風にしたかったんですよ。女の子が買い物してるんじゃないのかなと思って僕が行くんですよ。あ、なんかそうするとなんかみんな嫌だなみたいな感じあるじゃないですか。嫌だろうな、それ嫌だろう。懐かしいね、これも。普通売ってないよ、これ。
あ、これかっこいいじゃん。スター、星印。星印の。かっこいいじゃん。もっと秘密とかあるんだよ、すごいとこが。もうみんながびっくりするとこあるんだよ。ちょっと開けてみますか。基地です。秘密の基地です。まあ、どうぞ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。もうね、はい、もうあらゆる部品取ってある。そういうのノーマルの部品ね。やっぱりもう整然と並べたらね。そうですね、苦労しました。ねえ、なんとお前のところだったら、はい、なんかガラクタがパーッと積んであるみたいな想像するけどさ、一応ちゃんとね、棚が作ってあるんだよ。これ、まあ、元エンジンとかもあるんだけども、面白いのはこういうね、ノーマルのホイールキャップね、昔の車もあるこういう、ね、こういうのリングって、ね、リングだとかね、アルミに見せかける、うん、アルミに見せかけるやつとかね、はい、普通のホイールキャップ、今はもうホイールキャップないからさ、うん、使わないからね。このタイヤホイールだよ、これ。この本当証券の昔のね、あれ俗車にはね、車高をパーン低くするためね、小さいタイヤを引っ張ったやつをね、つけないといけないから、これ貴重なんだって、これは。外形をちっちゃくして落とすってやつ。うん、外形を小さくしてね、はい、落として、パーッと張り出させるっていうのはね。うん、これだったよな、セルビアの。110っすね。あの小暮課長の課長のシルビアのシルビアオープンのホイール、タイヤホイール、はい、これ何、これ何とかなって置いてあるの。これは一応従業員のうちですか、社宅みたいなもんですね。従業員のうち、はい、従業員のうちっていうと寝床です、単純に言うと。従業員のうちってうちってこれ寝てるわけ、はい、もう家です。家、でも僕も最初2年ぐらい車で寝てましたね。本舗初公開、ちょっとね、よいしょ、足場がない。これ自分でも、ね、自慢のもんだしよ、うん、持てないと思う。持てないと思って重くて持てないと思う。いいよ。持てないよ。ほら、持てないよ。持てない。入れてる。自動車に取り付けなくないでくださいって。こんな重いてっちゅうの。よいしょ、これですね。これ何これ、これ重いですよ、これ。何インチこれ。16インチって。これね、アルミホイールなんで10本分ぐらい。これ実際につけたことあるんですか、車に。あの箱スカのオープンカーにつけたんです。さすがに潜れちゃうよね。あ、でもね、結構ね、不安があったんですけど。うん、走って行った。結構行って帰ってこれました、ね、無事に。あの警察も笑ってました。うん、一応ほら、お客さんもあの、まあ、段々ができるように一応いつでも会話できるけど、一応なってるんだって。もうソファー付きで、まあどうぞお座りください、ここに。まあどうぞって、お前、どうまあどうぞって、お前、はい、これソファーに行ったって。お客様専用駐車場。ちょっとこれ片付けないと、あんま見れねえじゃないかよ。もうこれ小学校のね、5年生ぐらいのホリデーオートベースだよ。これすごいですね。うん、やっぱり、ね、ベース風なのよ。本当に自慢の中年化、基本的に。あ、ほら、はい、やっぱり中年化なんだよね、うん、最初スタートはね。あ、ここに、誰、アバさん。もう鼻水出ちゃった、アバさん、昔のなんか、犬があるんだよな。お、なんか部屋があるよ、そこに。この中でもまたこれ工場に住むのがもう鉄則なんだね。みんなね、まあここは本当靴の中みたいけどさ、脱ぐけどさ、一応これ、はい、これが家です。まあ一応まあここじゃ確かに仲間はもう入らないよね。ね、仲間は入らないよね。お前まさかもちょ、これも彼女も来んの？いや、来ますね。ねえ、彼女も来んの、これで。ねえ。これちゃんと稼ぎになってんの、仕事？微妙っすね。稼ぎはどうすんのよ。これなんかやっぱその本人と一緒にやってるんで、うん、安いですよ。そう乗るだけじゃね、やっぱ本当の車の面白さわかんないから、うん、とにかく、うん、やれるとこはやってもらいたい。自分でやってもらって、ね、でその分はだから安くやってやると。金も買わないしね、はいはい、うん、でもやってると、まあ、例えばこっちが手かけてやった場合にすごい大事にしてくれるんです、うんうんうん、でも、まあ、僕なんか見てるとなんですけど、うん、お金だけかけて何もやんないでできて乗ったらすぐ飽きちゃうんですよ。あいつが分からないもんな。一瞬で売っちゃいますからね、うんうん、車ね。自分でやんないとな、はい、ちょっとね、最後にはね、一台ね、乗れそうですよ、今日。なんかなんかこの色合いがいいね、色合いがなかなか明るくて、明るい暴走車っていいね。
今日エンジンはこれで。エンジンバリじゃん。こだわりはこのトラストだ。エンジンバリバリじゃん。ステッカー。うん。VVTI ですよ。最新のエンジンですよこれ。まあもしだったらセルシオでも構わないんですけど、これバッテリー一応つなげば変わります。こっちでいいよね。こっちでいい。こっちでいい。これです。よし。いやこれなかったです。やばいじゃないですかこれ。乗ってきたのかよお前たちが。お前6車種の普通2人なんだ2人。さすがホンダ。いやしかもほらちゃんとアクセル吹かすと速いんだよ。しかしさ心配でね飛ばせないんだよ。マフラー吸っちゃうしさ。速いのがエンジンこれは。なあこの元気の一歩あるんだよ日本で。まだまだ結構ね日本はね平和でいいぞ。バルじゃないだぞお前。日本までいいぞ。こんなところバレバレ走ってもらいたいな。次回ももっとすげえショップ探訪じゃなくて探訪いたしやす。大ちゃんお楽しみに。